漆でフィッシング。今回は漆を塗って作った釣り竿を紹介します。漆塗りというとお椀やお皿など食器をイメージします。稲垣元博さんが釣り竿に漆を塗ってみたのが5年ほど前、八幡平市の足戸漆工技術研究センターで漆の勉強をしていた時だったそうです。最初はグラスファイバーの釣り竿では漆は難しいと思っていたそうです。しかし試行錯誤を繰り返して現在アッピ塗りの釣り竿を製作して販売しています。やっぱりそうですね、漆の管理ですかね、いろんな状態の時の漆があるんで、その時その時に合わせて仕上がりが均一になるようにするのがやっぱり一番難しいですね。自分で研修中からずっと使って思ったのは、やっぱり一遍漆で塗った竿を使ってしまうと、もう元の竿に戻れないなというのはありますね。漆を塗った釣り竿と他のものとはどのように違うのでしょうか。革で使うと分かるんですけれども、生き物のような感じになるんです、釣り竿が。不思議なんですけども、湿度に反応して表面はきちんと結露するし、しなり具合もいいですし。写真を撮るのが趣味という稲垣さんのブログがありました。漆を塗ることで釣り竿が生き物のように生まれ変わる？フライフィッシングに興味のある方は一度お話を聞いてみてはいかがですか？